こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾンセラーアカウント登録マニュアル。まあ、こちらについてお知らせします。アマゾンオーストラリアマーケットプレイスが始まりました。でねえー、ポケモンフィギュア出てますね。オーストラリアで126ドルで売ってます。アメリカだと56ドル、ね。えーまあ、2倍近い金額で出品されてます。 で、オーストラリアアマゾンの扱いカテゴリーね、ね、えー、オーストラリアアマゾンの扱いカテゴリー2と、今までね、えー、Kindle のみだったのが、もう、えー、ほぼフルラップで、えー、商品取り扱いを開始してます。そしてね、まあ、オーストラリア、まあ、配送品質はね、多分ん、まあ、そんな早く、えー、届けるとかできないのかなと思ったらね、なんともうアマゾンの FBA から出た商品は、えー、2日で届いてると。 いうね、まあ、嬉しい誤算もありました。ねえー、こ,のこれだけ素早く、えー、配送品質高く、ね、こんな綺麗な状態で箱、えー、の状態で届ければ、まあ、FBA を使って売った商品はね、えー、かなりこれはね売れて満足度が高いなというのがねもう今から予想できます、ね。素晴らしすぎますね。もう日本かと。ね、日本並みの速さですよね、2日なんてね。ねそのオーストラリアアマゾンで販売する方法なんですけど えー、セーラー規模の登録をした人にね、えー、招待メールを配信してます。アマゾンが招待メールを配信してます。で、オーストラリアアマゾン、えー、開始後しばらくはね、えー、濡れてに泡で儲かるように、えー、儲かる可能性が高いです。これはね、えー、アメリカ、アマゾン、まあ始まったというかね、まあ始まってしばらく経って、まあ、えー、日本人が参加し始めたわけなんですけど、そのかなり初期の頃にね、えー、始めて、 2ヶ月目かな。で、この画面キャプチャーの通り1万6000ドルの売り上げというのをね、達成しました。これは私がサポートさせていただいた中村さんのが売り上げの画面キャプチャーです。この時と同じか、この時より今回のオーストラリアは稼ぎやすいです。で、まあ、アメリカ。 Amazon 2か月で売上実績200万、利益100万円という、ね、非常に優秀な、えー、なおかつ、儲けやすい市場で優秀な成績を収めることが、えー、簡単に可能だったということです。でオーストラリアね、これ FBA 始まるともうバブル到来、確率変動中という感じですね。ですんでね、この、まあ、セラ登録して、招待メールが来たらすかさず登録してオーストラリアアアマゾンを始めるといいです。 まず、ね、その、どうやって招待メールをもらうかとかね、招待メールもらった後、どうやって商品探して売っていくか、どうやって登録するか、あるいは招待メールがね、来る前でもなんとか商品を売れないか、そういうのをね、全部サポートしてます。こちらをクリックして、オーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てくださいで、ね。ここから下は、アマゾン販売アカウントマニュアル登録方法等についてね、書いてあります。 ただ、こちらを見てもね、えー、この通りじゃないからわかんないとか、えーまあ、このこの画面にね、えー、入力する、えー、までもなく、まだ招待メール来てませんと、ね招待メール来ても、えー、登録する自信がないなというような方はね、えー、こちらの、えー、サポート、ね、内容を確認して、テンバーアカデミーの、えー、Amazon 室、ね、オーストラリアサポートのサポートを受けて取り組むことをお勧めします。まあ、正直、 えー、物販初心者の方、あるいは初心者でなくてもね、a z o n がどういう考えでね、えー、その運営をしているか、えー、そういうのを、ね、予測できなかったり、海外の習慣がわからない、買い物とかあんまり好きじゃないからね、えー、何売ったらいいんだかわからないという方は、正直、自力で儲けるのは厳しいと思います。ただ、私のサポートを受ければね、えー、稼げるようにサポートさせてもらいますので、まあ、こちらの え、アマゾン支出サポート申し込みページをクリックしてね、サポート内容を確認してみてください。お待ちしてます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。